ここか。けど古い旅館だな。出るかもな。お兄ちゃんたち早く早く。あ鎧武者騒動なんだそれ。どうしたんだこれ。切られた後だな。わおまんじゅうだ。いいお部屋ね。うん、はいおまんじゅう。おうまいな。卓球だろ。よしダブルスで試合しようぜ。いいぞ。いいわよ。ひまわり審判よろしくな。なあこれどうやって持つんだ。え卓球やったことないのかよ。こうか。まったくそこからかよ。うっせ。日向選手のチームとバルト選手河木選手のチームの試合を始めます。お前が取るんだよ。なんでお前の方が近かった。喧嘩はやめてください。え、はい、今のはしょうがないだろう。お前喧嘩じゃねえから。まっ抗議やった。よーし。喧嘩したら退場です。ああ、はい絶対取る。変化球。試合終了。セットカウント4-0で。やったな。え楽しかったわね。乾杯だぜ。ああ、お膳の用意ができてるぞ。遠慮しないでここに座れ。ふわふわだね。ひまわり食レポみたいにうまいこと言うな。なんか言ってみろよ。ああ、確かに衣はカラッとしていて歯ごたえがある。そこは空気読めよ。やっぱり温泉はいいな。こういうのもいいな。家族旅行なんてダセえけど。あなたも大切な家族なのよ。俺はもう少し。俺も。カワキ、お前先に出てもいいんだぞ。俺、私の勝ち。しまった、やられたってばよ。お前がな。くそ。お前こそ。アジ、面白そうだな。つか、お前もしかして怖い？はあ？君たちやってくれるの？いってらっしゃい。最初やっぱ怖いんだな。だからちげって言ってんだろ。はいはい。本当に気味悪い絵だな。どういう仕掛けだよ。なるほどな。なんだ。うん、面白くなってきたな。それに面白かったぜ、お前がビビる姿は。てめえ、かめ、ふわあ。頭は磁石で、毛は砂鉄だ。なんだ、これスタンプ集めたらプレゼントもらえるんですよね。おい、遅えぞ。三大不思議スタンプを全部集めた方へのプレゼントなんですよ。お兄ちゃんたちだけで行っちゃうなんてずるい。やべえ、
怒らせるとまずいんだって。はあ？どうだ、いいもんだろう、こういうのも。みんなはお前のことを家族だって思ってんだ。わかった。おやすみ。なんか昨日変な夢見ちまって。どうもありがとう。俺の夢に出てきた。出たってばさ。